えー、世界を愛する世界中の皆様、こんにちは。あなたの意思決定が世界をつくる意思決定コンサルタントの下村拓司です。私はあ広島県三原市で生まれ育ち、えー、2022年の7月に生まれ故郷の三原市に戻ってきて、 社会開発のコンサルタントをしております。このメッセージは、世界の文化と文明の最終到達点である日本から世界中の皆様に向けてのメッセージとなります。タイトルの「激動の2024年人口国家」の前に、1つ前の動画で、 えー、激動の2024年というタイトルのメッセージを皆様にお届けしました。あなたの国では自由は生まれながらに、えーえー、みんながです、ね、平等に持っているものとする文化でしょうかそれともうん自由は獲得するものであるという文化 でしょうか日本,日本はもともと自由は生まれながらのものであるという文化であり私はその文化の中で生まれ育って今も広島県三原市で社会開発のコンサルタントをやっているというふうに認知しております。しかしかどうも 日本とは異なる文化圏の中には、自由は獲得するものであるという文化圏があるようです。で、その文化圏の起源を人類史からたどっていくと、私は王権真珠説。王権真珠説を皆さんご存知でしょうか イングランドという国は、えー、その時ですね、スコットランドの王様だった人が、えーまあ、どういう形態で、イングランドという国を統治したというふうに、あのーまあ、評価をされたのかは、私には分からないんですけれども、ちょっと待ってくださいね。 えー、失礼いたしました。あ王権神王シン受説のところから話を進め再開したいと思います、えー。初代のイングランド王はジェームズ1世、えー、という,ふうにいう方です。でそのジェームズ1世が王権神ン説をですを、ね、唱えた背景はあ私には正確なところはわからないんですけれども。 当時のそのまあ、ヨーロッパというのはですね、もしかしたら収奪ですね。あの欲しいものは収奪するという文化だったのかもしれません。で、それはですね、もちろん日本もですね、そういう時期はあったのかもしれません。えー、が、私は、あの日本はですね、えー、基本的に生まれながらに自由の文化が、えー まあ、定流にはですね残り続けていた文化圏だと思っています。で、法権事実の話は戻しますね。で、当時ですねあの、欲しければ奪うということはですね日常的に行われていてで、欲しければ奪うという文化の中で、じゃあ、その自分の大切なものをですね奪われないようにするにはどうしたらいいかと。 いう、まあ、日常ですね。日常を送っていると、まあ、自由は獲得するものであるというその、まあ、感覚ですね。そういうふうな習慣になってしまったのではないかというふうに私は感じております。 で王権真珠説ですけれども、これはです、ね、その後に続く、選、まあ、民意識ですね、選ばれた民であるというところにもずっと続いていてです、ね、今、まあ、ヨーロッパの,あの要は、えー、とリーダーですね国、ヨーロッパの国民の方もですね、えー、まあその中には、そういうふうなことに対して反対してらっしゃる方も、私にはいらっしゃるというふうにあの認識をしているんですけれども、 あの要は我々、我その選民意識を持っているヨーロッパの人ですね、要は、我々は選ばれた民であるという、そのまあ、伝統がつ、ね、いているその、まあ、民族や家系の人はですね、えーまあ 自分たちが自由だというふうに思ってらっしゃるのかどうかはよく分からなくてですねえ、自分たちも実はですね、自由を脅かされているというふうに思っている人たちなのかもしれないんですけれども、まあ、自由を獲得するものだというふうにあの思っていらっしゃる方がいるんじゃないのかなというふうに私にはなんとなく感じることができます。ですから、ただ私はですね、 えー、そういう人たちと直接ですね、お会いをして対話をするとか、で仮にですね、えー、出会ってたとしても、そういう話題でお話をしたことがないので、えー、実際そういう人がですね、えー、現代においてもあ残ってらっしゃるのかどうかということは、私にはよく分かりません。ただ、えーまあ、今、昨年ですね、あのオンファイヤーになってしまったですね、 イスラエルと、ごめんなさいええと、現イスラエル政府とハマスですね、ハマスとの交渉の,の中で、イスラエル軍が行っていることですね。明らかに武力的に優位に立つ側が、ですねあの一般市民をその殺してしまってるっていう事実です。でこれはあの1945年にですね、まあ 時の日本人私たちの、まあそうね、先輩方がですね体験をされた、えー、広島と長崎で体験された原爆そのものも、あれもですね圧倒的にその武力で勝る側がああん一般市民ですね一般市民を、まあ、あ殺害をしたと、大量破壊兵器で,ですね殺害をしたという人類史。 ですなぜです、ね、そういうことができるのであの原爆投下に関しては、えっとですね、アメリカ国民みんながです、ね、あれを支持してたかというとそうではなくて、えー、原爆を開発した研究者やあとはその軍部のかなり上の方々もですね えー、要は人の上に投下するといきなりですね、いきなり人の上に投下するということには反対をしていた人がたくさんいたということです。で、あの原爆投下です、ね、は、本当、ごく一部の,の人によって、えー、実施されたというふうに、まあ、言ってもいいようなあの状況であったという記録,が記録というか、調査結果はです、ねえー、原爆と秘密結社という。 あの著作の中で公開をされていますですから、ハマスと現イスラエル政府との間のあの紛争もですね、過去に戦争が起きた時にはですね、偽旗作戦ということがありました。ですから、これは私はですねあの、えっと、現場にいなかったですし、 実際その行為を行った人が誰であるかということを知らないので、えー、断言はできないんですけれども、ニセハタ作戦というのは、イスラエルのですね、民をま殺したのは、その、イスラエル側のう人であるという,う、そういうそのことが事実であれば、今回の起きたことが、 偽旗作戦だということです。で、で今のです、ね、イスラエル政府、今のハマスがですね、一枚岩かといえば、まあ、そうではないでしょう。ですから、あのまあ、そういうですねあの考え方の違いとか、まあ、相手側のスパイがですね紛れ込んでるとか、まあ、極度にですねその要は相手の民族を嫌うあの人がですね、その中にいて。 でその人が影響力を持っているというような状況だったときに、まああいうことがですね、起きてしまうのではないかというふうに、私には考えられるんですけれども、あなたはどう思われますかで、えー、本日のタイトルのもう一つですね、激動の2024年人口国家あの人口国家について、えー、ここからお話をさせていただきます。 前回の動画で、えー、人類史と、ま、世界の仕組みをあの振り返ると自然発生国家ではなくて、ま、人工国家ですね人工国家があの、ま、現れているということに気づくという話をさせていただきましたでそこについてはあのぜひです、ね、ご自身で、ま、調べてみていただきたいんですけれどもその,あの まあ、私の理解ですね、私の理解の中で、そのあの自然発生的な国家ではなくて、まあ、人工国家がですね、現れたという、そのまあ、大きなです、ね、あの人類の,あの変化が、まあ、どこにあったかというのは、まあ、先ほどの王権真珠説もそうなんですけれども、王権真珠説よりも前ですよね、お金があの現れたと。 お金とと。いううものが流通するようになったとでこのお金についてはですねまあ我々のまあ祖先はお金という概念がない時はあの物々交換ですね物々交換で物と物を交換していたんだけれどもその物と物の交換をよりですねやりやすくするためにいつも物を持ち歩いてですね自分が欲しいものを探してで自分が欲しいものと まあ自分が持っているものを交換するというのはですね、あのまあ、非常に、えー、不便だと。だから、そのものを交換するときに、えー、そのものと同じ価値があるものとして、えー、お金という概念をですね、我々の、まあ、祖先はですね、考え出して、で、もの、お金、えー、ものという、 あのそういうそのところからそのお金の流通が始まったわけです。で、そうするとですね、そのお金がたくさんあると、そのものをたくさん買えることになりますよね。で自分はものを持っていなくても、そのお金が思っていると、そのものが買えると。という方ですね、例えばあなたが通貨発行権を持っていればですね、あなたは 物と,ののとして誰かに物を提供できなくても、そのお金によってですね相手が持っているものを自分のものにできるということになります。でこの、えーまあ、富を蓄積するという考え方ですね、それはお金があのそのできる前、食料ですね、食料が備蓄できるようになってから、まあ、その備蓄するという行為からですね、今度は。 その共同作業で、えー、例えば、うん、食料を、ね、生産したり、えー、狩りをするのですが、その,あの働き具合によってです、ね、えー、そのかをつけるということをやり始めた人が、多分どっかのタイミングで出てきてです、ねでえー、その人があの、まあ、富を蓄積するというその欲求を持って、 えー、来たとでその文化がですね、お金がその発生した後も、使われ始めた後も残っていて、まあ、それが未だに続いているというあの状況なんだろうというふうに推論しておりますで、皆さんもですね、あの気になられたことがあるかもしれませんけれども、あのー、国家財政を超える規模のですね州財産を持っている個人や団体があると。 いうことですでですから世界の富の90%はほんの数パーセントの人のまあ有、えー、物になっているということですね。で、これは何を意味するかというと、あの革命前夜だということです。で、それはあの資本論の著者のマルクスさんがあの主張されてますけれども、資本主義はですね、えー、たった1人にその資本が集中すると、そういう流れを作ってしまうと。で そうなったら、あ要はその,その他の人たちですね、要はその他の労働者がその富を集奪することによって資本主義は終わるというふうに主張されております。ですから、このままですねあの、富の集中が続くと、あのまあ、そういうことが多分受けるんだろうなというふうに、あの私にはあの考えられます。 でじゃあ、その誰がですねその世界中の富をその人占めしているのかということにつきましては、えー、まあユダヤ人、ユダヤ人と、ユダヤ資本というふうにあの言われる方方がいらっしゃって、ですね確かにどうもユダヤの。の まあ金融を牛耳、ね、っている人たちがいるようだと。IMF を頂点とする各国の中央銀行によって、えーまあ、世界の自由貿易をです、ね、あの貨幣経済の中で回していくという仕組みは人類史を振り返るとシカゴ大学のミルトン・フリードマンさんが主張されたあ新自由主義ですね、民営化、規制緩和。 で社会福祉支出の削減ですね。この3つはですね、結局はそのお金がどこから来てどこに行くのかという、どこに行くのかという先をその要は限定するというか、その人たちのところにお金が流れていきやすいような仕組みを作ってきて、今もですね、 まあそういう状況にあると、うん、いうことです。で、今はですから、あの利権、偽旗作戦、プロパガンダを駆使した戦争ビジネス、ワクチンビジネス、環境ビジネスによ,による企業全体主義です。つまり、企業には株主がいて、その株主のところにお金が流れていくと。で あのー、日本では、えー、小泉純一郎さんと竹中平蔵さんが、あのーまあ、痛みですよね。痛みを伴う改革をやると。でえー、既得権を打破するということで進められたあ改革ですね。でそれが、えー、民営化、規制緩和。 であとはあの社会支出の,あの削減ですねで。その結果起きていることが、えー、と土地をです、ね、外国資本が購入するとかですねで、安い労働力ですね、現地の安い労働力で働かせると。日本は、三原市役所もですね半分があの非正規だという話を。 あの私は聞きました。で、えー、国民全体があの貧しくなって、で、日本の富をですね、海外の資本家と一部の日本人がですね、えー、まあ、独り占めしていくという構図が、あ今あ、我々の目の前に、えー、現れてると。で、それが、あの、 まあ、安倍晋三さんがですね、暗殺されてからどうもその流れがまあ加速しているんじゃないかというふうに私には考えられるんですけれどもあなたはどう思われますかですから人口国家というのはですねこの仕組みの中で、えー、お金を持っている人がですね、えー、そのお金の力を使って、うん、っと自分がやりたいことを さも正当なことのようにして推し進めると。で、アメリカで今起きていることというのは、あの法律ですね、法律の仕組みを使って、えー、ジョー・バイデンさんが2024年の大統領の、まあ、あ相手陣営ですね、相手の強力な候補であるドナルド・トランプさんを、あの法律によって、えー、だ大統領選挙に出れないようにすると。 で日本の報道では、ですね大あのトランプさんは例えば2022年かな、23年かな、の1月6日の,あの、まあえー、アメリカの議会へのあれ襲,襲撃っていう風にマスコミは報道してるんですけども、でも、あれですね、えっと、ニュースの映像を見ると、あれだけがん社会ですね。えー 銃の社会なんですけども、襲撃なら銃を持ってるのが普通じゃないのと思うんですけど、銃持ってる人はまずいないということと、あとあの、要は建物を壊すような場面がですね、まあ、ニュースで報道されてるんですけども、あのその文衆の中にですね、要は、えっと、そういうその事件を起こして、それをですねトランプさんのせいにすると。 いうふうな流れを作ろうとした、まあ、集団が、あのー、あるいるんじゃないかと。で、まあ、FBI の,の内通者のリストをです、ね、あの公表をすればです、ね、そのカメラの中に映ったその建物をです、ね、壊しているような人が、実は FBI の内通者で、内通者ということは FBI の協力,者協力者ですからね、純粋なトランプさんの支援者。 ではないというその見方ができるわけです。で、なぜその FBI の内通者はその場にいたのかというところをですね、ご本人にまあ証言をしてもらうと。で、じゃあそのご本人はどういう組織に所属をしていてですね、FBI の内通者であれば、じゃあ誰とその FBI の職員の誰と、あの、通じていたかということが明らかになればですね、あの、 あの日本のマスコミでは、えー、要はトランプさんが先導したんだと言っているその襲撃事件が、まあ、もしかしたらですね本当にそうかもしれないし、まあ、そうじゃないかもしれないという、要はあの中立な立場からするとです、ね、ですでに今、ジョー・バイデンさんがしているようなあの行為につながっていくというところから、ですね、まあ、そういうことももしかしたら、 あ事実なのかもしれないなというふうに私には思えるんですけども、あなたはどう思われますかで、今回の動画はあ激動の2024年ですね、の人口国家で、今のお世界の仕組みはですね、お金をたくさん持っていれば、まあ、クーデターをですね、えー、起こすと。 ということを起こしやすい状況を作ることができますし、でえー、戦争を起こしてで、戦争を起こすためにお金を使って、で戦争で両国が戦うときにお金が必要だから、あの2つの,その集団にお金を貸してで、そこで使われる兵器ですね、兵器も、まあ、兵器を製造している会社があってですね。 そこには株主がいて、で兵器が売れると、その株主が潤うという戦争ビジネスですねがあり、で、えー、瓦礫の山になったですね、えー、ガタ地区を復興するといったのまに、あのーまあ、そこにも復興のためのお金がですね、あのー、かけられて、で復興に伴うその経済活動の結果として、まあ、お金がですね、 株式会社が手にしてで、その株式会社の株主がですね、えー、グローバル企業の株主であるブラックロック、えー、バンガード、ストレートステートの有料顧客の,あの手元に流れていくという、そういう仕組みがですねあの今、世界を動かしているようです。 もしですね、私の、まあ、推論ですね、私が理解をしている世界の仕組みは間違いですというふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、私のコメントにメッセージをいただけたらと思います。では、ここまで動画をご視聴くださいまして、どうもありがとうございました。すべてを見通す目は、普遍的な主観は、普遍的な文化であることを実証する。 理論量子認知科学者の下村拓司でしたそれではまた次の動画でお会いいたしましょう